12月17日、片瀬奈々が YouTube で生配信ライブを行い、今後は YouTuber として活動していくことを発表した。今年7月、片瀬と長年交際していた経営者 A 氏が、片瀬の自宅で麻薬取締法違反容疑で逮捕されたことで、片瀬自身にも疑惑が及んでいた。その最中の9月30日に長年在籍した大手芸能事務所、ケンオンを退所して以降、公の場には一切姿を見せていなかった。大手芸能事務所への移籍話も出ていたが、片瀬が出した結論は YouTuber だった。片瀬は生配信で、そもそも YouTube が好きで毎日見ている。何年も前からやりたいと思っていた。もっとみんなの近くで楽しいことや心が豊かになるものを共有したい気持ちが高まったと語り、自身の疑惑については、憶測でいろんな記事が出たり、すごく辛かったり、悲しかったり、悔しかったと怒りをにじませた。芸能ライターは、片瀬の生配信を視聴した人たちの興味は、彼女が疑惑について何を語るのか、ただその一点でした。ところが、具体的な言及はなく、完全に期待を裏切られた形となりました。30分間の生配信中の視聴者数はわずか850人程度。チャンネル登録者数は18日現在で8300で、配信終了後も登録者数は増えていませんと話す。ネットの反応も冷ややかだ。YouTuber で再始動とか安易すぎる。もう少し地道に社会復帰すべきでは。これまでの事務所の力を思い知るべき、といった声で溢れている。片瀬もさすがにここまで不評を買うとは思いもよらなかったに違いない。仮にも、女優として第一線で活躍を続けていた。トーク力にも定評があり、バラエティ番組の MC を務めたほど実力は業界でも織り込み済みだ。片瀬はこの結果をどう感じているのだろう。A 氏の逮捕後も居住を続けていた都内の高級賃貸マンションを訪れてみると、すでに退去した後。近所の住民がこう言う。このマンションは、金賃貸価格40万円以上。片瀬さんの部屋は、60万円近くすると思います。10月中はまだこちらに住まれていたようですが、おそらく、最近引っ越しされたのだと思います。事件後、ほとんど動いてなかった片瀬さんの自家用車がいつの間にかなくなっていましたから。YouTube で成功すればそれなりの収入を得られる。片瀬は喋りには定評があるし、企画さえ面白ければいくらでも挽回だろう。40歳からの彼女のリスタートに注目だ。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。